豊タ沼駅は、北海道砂川市東三条南19丁目に、ある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、A19。電報略号は、トぬ。ヌ。1976年の豊タ沼駅と、周囲 1.5km 範囲。上が、函館本線旭川方面及び駅裏にある三井、東厚系の工業団地へ向かう、貨物専用線。 左端中央は砂川発電所。下端に見えるのが豊沼内江川で大正年間に設けられていた初代、豊沼信号場はこれよりさらに内江川にあった。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成付近が石狩川に沿って大小の沼があり。 地味豊かではなかったことから、豊かなところになるようにとの意味を込め名付けられたとされる。二面二線の相対式ホームを持つ地上駅。以前は、島式、単式ホームであったが、一番外側の線路が撤去された。岩見沢滝川間の各駅の中では、唯一、駅舎が国道に向いていない。砂川駅管理の無人駅であり。 駅舎内に乗車駅証明書発行機が設置されている。ホーム間は古典橋で結ばれている。ホームにも古典橋にも屋根は全くない。度重なる水害を受けたため駅舎が高床式の建物になっているが、レールは築堤の上に敷かれているため、待合室とホームは同一平面上にある。一日の平均乗降人員は以下の通りである。豊か沼の集落がある。 ありがとうございます。